あの、夫婦の面っていうのは一体何に使うの？人々の心を和ませる。なんだよ、それ。あ、なんかすごいルンルンで出ていきよる。あ、ポストマンが自由に。なんかすごく切ない背中。だってこれで僕は自由になったのだって言っても、この後月が落ちてきてお亡くなりになってしまうわけやろ。つら、なんかとても辛いっすね。こんな感じこんな感じ。帽子、ポストの中覗いてみようや。てか帽子に帽子かぶっとんやけど。お勤めご苦労様です。ガッピー、手紙以外の異物が投函されています。ん？何？手紙以外の異物って。あ、ハートのかけら。四つのかけらで一つの器。器が増えればライフが増える。ご苦労様です、ガッピー。誰だよ。誰が投函したんだよ、もったいねえ。で、この後、4時半から鍋釜亭の従業員室。ちょ、ポスト見て回ろう。ここは？え、手紙以外の異物が投函されてる。緑のルピーを手に入れた、1ルピーだ。なるほど。なんか、ポストの中身覗けて、何になるって思いよったけど、アイテムが見つかるんすね。すごいすごい。いいね。鍋釜亭ってどこやったっけ？ポストマンは自由になったんだな。もう誰もいない、このポストハウス。悲しいよ。うわぁ、とても悲しい。なんかあの最後のルンルンした後ろ姿がさらに悲しいよね。鍋釜亭。こっちか？ 4時半やけんね。そろそろ向かわねばだ。ちょ、待って、帽子脱いどくわ。待ってくれ、鍋釜亭は一体どこなんだ。これか、鍋釜亭。ふぅ、誰もいない。従業員室ってどこだ？ここか？あ、開く。あ、来とる。ついにその小さい姿で。何してんの？私、あなたに会ったことあるわ。懐かしい匂いがする。遠い昔。そう、まだ小さかった頃。私たちは約束したわね。月と太陽のお面を。時のカーニバルの日に交わそうって。結婚しようって。嬉しかった。子供の口約束って感じやけど。アンジュ、遅れてごめん。お帰りなさい。てかその小さくなった姿は元に戻らないの？あれはなんで小さくなったんやっけ？へへ、恋人同士なのにまるで親子みたい。せめて兄弟って言ってあげてくれ。約束のお面を交わそう。え、だって多分アンジュだってまだ若いやろ。え、これあれ？世界が終わる直前に二人だけで結婚式あげおるとかそういう感じ？いやー、切ない。もうすべてが切ないよ。僕らは誓いを交わし、夫婦になった。だって母親とか、ね、お互いの母親とかも全然おらんやん。逃げたんかな？あなたたちは証人よ。このお面を受け取ってください。夫婦の面をいただいた。二人の愛がみなぎっている。
いただいた。ちゃんと。丁寧な言い方で。何に使えるんやろ、これ。あなたたちは逃げてください。私たちはもう大丈夫です。明日を、二人一緒で迎えられるんですもの。二人は幸せのお面をくれた。団員手帳に書き込んだ。悲しい。このまま二人で最後を迎えるわけなんだね。なるほど。着たかったんじゃないの、これ。お面。お面じゃない。ドレス。ね、夫婦の面っていうのは一体何に使うの？人々の心を和ませる。なんだよ、それ。和ませれるかな？あれ、てか、ね、ほんと、お母さんとかおばあちゃんとかどうなったんすか？おばあちゃんなんかこの辺、この部屋やったっけ？だよね。逃げてるのか。ちょっと、娘の心配は？娘とか孫の心配は？これ被っても話しかけられるような人がそんなにおらんねえけど。とりあえずボンバーズの団員たちか？僕たちにはまだ早いよ。何？結婚かってこと？このお面イコールそういうことなんやね。で、この辺におじさんおらんかった？おったおった。腰抜き野郎ども、一人も残りやしね。弟子が聞いて呆れるぜ。わし一人でも立派なカーニバルにしてやるわい。落ちれるもんなら落ちてみやがれ。落ちるんだよ、それが。ダメなんだよ。まあ、でも一応、これで、この一連のアンジュとカーフェのお話は、おしまいってことだよね。ということらしいです。なんかすごく、すごく、なんて言うんやろう。いやなんかなもやもやするね。とてつもなく。てか私的にはさ、ゴーマンさんの、ゴーマンさんのストーリーがとても気になるんやけど、まだ入れない、やっぱり。しまってるー。ゴーマンさんのサブストーリーみたいなのはないんかな？ちゃんとした。うん。まあ、特に他に、ここまで大掛かりなサブクエみたいなのはないっぽいね。さあ、初日に戻りますか。初日に戻りましょうか。てか、ここだけなんか歌が埋まってないんよね。この先なんかゲットできるんかな？さあ、それじゃあ、右下。はい、最初の朝、あと72時間。さあ、これでまたちょっと時間の流れを遅くしておきますかね。なんかロマニー牧場？ロマニー牧場やったかな？あれなんよ。牧場で、牛を狙ってくる幽霊。あれも退治したいなって思うんやけどさ。ねえ、いつかちゃんと退治したいよね。ちょ、待って。牧場まで飛べるんやっけ？ロマニー牧場飛べるな。ちょっと行くか。あれ？ロマニー牧場ってこの奥？入れんくね？全然入れねえ。これあれやんね。自然な状態のまんまでしとったら、最終日まであかんかったよね。ってことは、さあ、これで、大爆弾。ひえ、速攻で逃げたね。わー、オラが壊そうと思ったのに。ごめんよ。速
そこ大丈夫？めっちゃ飛び散ってきそうやけど。割とコンパクトにまとまっている。君に任せてたら最終日になるんだ。オラは開通すればそれでいいよ。ごめんね、すごくがっかりしてるけど。こっちも急いでるもので。はい、平和なロマニー牧場に来た。まだ今は平和なロマニー牧場。何あれ？なんか飛んでない？あんなもんあったっけ？何が飛んでんのあれ。あれよね、なんか壊すやつ。あ、そっか、今練習中か。あれ、君誰？私ロマニー。この牧場と同じ名前よ。ごめんね、私は君の精神を崩壊させてしまって終了してるんだ。アユナ。アユナ？いい名前だけど。バッタくんってのはどう？ロマニーがつけた君の名前よ。センスなさすぎ。だって君、緑の服着てるし、パタパタ走りそうなんだもの。バッタくんに決まりね。こんな会話あったっけ？前回名乗らんかったんかな、私。忘れてるだけかも。ロマニーね、練習してたの。今夜ね。今夜、あいつらが来るの。これもまた、まあ、直前でどこでもセーブして挑むか。あいつらはね、毎年カーニバルが近くなって夜にやってくるの。ここもなんかね、精神崩壊エンドじゃなくてちゃんと幸せエンドみたい。ぼーっと光る玉に乗ってきてたくさん降りてくるの。そして牛小屋に来て、お姉様は信じてくれないからロマニーが牛たちを守らなきゃ。ねえバッタくん、ただいま助っ人募集中なの。男だったらやってみない？やりましょう、やりましょう。やった、さすがバッタくん。それではいきなり作戦を発表します。あいつらは牧場のあちこちに現れるの。あの牛小屋めがけてゆっくり近づいてくるから、入られないように弓矢で撃つのよ。いい？牛小屋から離れちゃ嫌よ。バッタくん、早速練習しようよ。お化けの形をした風船を牧場の中に10個飛ばすから、早く全部割ってください。2分を超えたらアウトだからね。本番も2分以内やったんかな。今までの記録は1分よ。準備はいい？エポナがむずいんだよ。はい、おしまい。ギリじゃん。1分54秒88だって、すごい。あなたたち息がぴったりね。矢が当たるとパッと消えるけど、本番ではどんどん湧いてくるから、休んでる暇ないからね。牛小屋に入られたら私たちの負け。太陽の光であいつら逃げていくから、それまでの辛抱よ。わかった？オッケーです。今夜の2時に作戦スタートよ。牛小屋で待っているから、遅れないでね。本番はエポナ乗らん方がいいよな、やっぱり。個人的にはそう思うんすよ。エポナない方が絶対動きやすいし、とりあえず、牛小屋に近づけさせんかったらいいけん、牛小屋周辺、近いところから潰していけばいいかなと。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、今回はちゃんと牛を守って、だってかロマニーを守れるように頑張ろう。これちゃんとクリアしておきたいもんね。